ハワイニュースナウから最新の気になるトピックスを日本語でお届け。ハワイナウジャパンニュースアップデート。アロハ、松本裕太です。ハワイナウジャパンニュースアップデートへようこそ。本日は8月16日。ハワイより最新の気になるニュースを日本語でお届けします。8月13日土曜日、ハワイでは次の州知事などを決める予備選挙が行われました。この予備選挙では次期州知事の候補として民主党と共和党からそれぞれ代表者が選出されました。選挙の結果、民主党からは現副知事で医師でもあるジョシュ・グリーン氏、共和党からは元副知事のデューク・ワイオナ氏が選出されました。11月に行われる本選挙で次期州知事が正式に決定します。ハワイ島ワイコロア地区の山火事、炎症が未だ続いています。連邦、州、軍の40人以上のチームで消火活動が続けられていますが、日曜日の確認では16,800エーカーが焼失し、消防当局によると火災は 65% しか鎮火できていないとのことです。この山火事による家屋やインフラへの影響はありませんが、当局によると強風と乾燥が消火活動を困難にしているとのことです。ハワイ諸島北西部で新たにリム、海藻の新種が発見されました。研究者によるとこの海藻は90メートル近く潜ったところで発見されたとのことです。この新種はハワイのカヌー、ホクレア号の名航海士であるナイノア・トンプソンさんの母親であり、自身も自然保護活動のパイオニアであるローラ・カラウカプ・トンプソンさんにちなんでクロセッタ・カラウカプアへと名付けられました。ワイキキの小学生が現在カエマナビーチで育児に励むハワイモンカアザラシ、ロッキーの赤ちゃんに名前を付けました。迷いに迷った末に付けられた名前はコアラニ。この名前はハワイ語で勇敢さを意味するコア、そして天空や天国を意味するラニが由来だそうです。マウイ島のマイリー・クルードソンさんがフードネットワークカナダのグレートチョコレートショーダウンシーズン3の優勝者に選ばれました。マイリーさんはチョコレートのミニハウピアパイ、ハワイ風マラサダ、その他家庭の味を生かした食欲をそそるデザートで審査員をうならせました。マイリーさんはもともとお菓子作りが好きでしたが、プロの菓子職人ではありません。しかし息子の食物アレルギーのために自身で研究と創意工夫を重ねたそうです。番組優勝賞金は5万ドル、その使い道は一部を夢のマイホームへの資金、残りはマウイ島で自身のベーカリーショップを開くために使うそうです。先週末、75年以上も歴史がある海軍ブルーエンジェルスのショーがオアフ島カネオヘにて開催されました。今回は多くのロコが魅了されたブルーエンジェルスの素晴らしいパフォーマンスでお別れです。8月16日、ハイナウジャパンニュースアップデート、松本裕太がお届けしました。アロハ、ハイナウジャパン YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ハイナウジャパンニュースアップデートでは毎週日本の水曜日と土曜日にここハワイからローカルニュースを配信しています。より深くハワイを知れ、さらにハワイを好きになっていただけると思いますので、よろしければチャンネル登録もお願いします。それではまた次回、アロハ。